はい、フジテレビアナウンサー入社5年目になりました堤礼実です。ついに私も YouTuber にデビュー今着ている服が実は父親のセーターなんですけど、洗濯を繰り返したら縮んで、なんと私のちょうどいいジャストサイズになりましたそんなことはどうでもよくて、早く100問いきましょう。我が恋人に乾杯。礼儀正しく実る。アメリカカリフォルニア州サンノゼ。おてんばな子。基本前向きでスーパーポジティブ人間だと思ってます。ただ時々ズドーンとへこみますなんか心配性すぎちゃって考えなくていいところまで考えちゃう時がある。お嬢。髪の毛長くて腰ぐらいまであった時期とかもあって、幼稚園の先生とかからお嬢って呼ばれたりしてました。ありました勉強しなさい、したくないみたいな母親と揉めてわーってやってましたチャームポイント、チャームポイント、チャームポイントはチャームポ…あ、くるぶし。たけのこ。しめじ。23、誕生日牛タン。縁側。うわ、これ迷う。梅か梅。本当はお米がいいけど、よく食べるのはパン。月曜日。ゼロに戻してまた始まるぞっていう、頑張ろうって思える日願望も込めて赤。ハプスブルク家のグッズ、エリザベート。なんで愚問です。それはこれ話長くなるけどいいですか。やっぱりもう圧倒的な美。へえ。あ、仮面のロマネスクのバルモン伯爵。やだ、なんか恥ずかしい。ちょっと待って我が恋人に乾杯ちょっと待ってちょっと待ってください。恥ずかしい。我が恋人に乾杯。休日は10時間以上寝てます。寝る。寝ます。ずっと寝られます。国、オーストリア。アメリカ、ボリビア。ウユニ塩湖に行ってみたいです。ミスチルさんとか。いっぱいありすぎて選ぶことすらできません。映画はホームアローンダンス部に入ってました。マット運動。手洗いうがいをして服を着替えます。たまーにします。得意料理はパスタ目覚ましだと昔はなんかお蕎麦とか茹でて食べてたこともありましたやだ、最後になってほしくない。タケノコとチーズとパパイヤとマンゴー。お金松田聖子さんの曲全般。すごくイケメンの男性になって、表参道とか青山あたりを颯爽とガカカカッガカカカッガカカカッって歩いて行ってみたい。意思あるところに道はあるとかですかね。この世に生まれてきたこと家から出ない、家にいる。アメリカに行って語学を学びたいです。田舎でのんびりもいいなと思うし、海外の素敵なところに行って余生を過ごすというのも憧れはあります。着られてない服がいっぱいあるので、早くそれを着てお出かけしたいです。海。うんざりしたことは、うんざり、うんざり、うんざり、
してないです。褒められるところがわからないので皆さん褒めてください。ずっとお腹が空いてます。さっきお水、グミ、ご覧の通り黒です。お姫様になりたい時期もあったし、お医者さんになりたい時期もあった。舞台とかエンターテインメントに携われるお仕事をしていたと思います。おばあちゃんになった時に、あ、なんかいい人生だったな、素敵な人に囲まれて幸せだったなって思える人生を過ごすことが目標です。1億円手に入ったら1億円欲しい。8000万円貯金して2000万円で豪遊する。気合です。体にいいんですかね。深夜にやってる面白い番組が見られない。背伸びをします。1時間前に起きたいけど実際起きるのは40分前ぐらいです。かわいいパパ、昭和のお姉さん、お兄ちゃん、末っ子、いとこ、ペット。なんで家族に例えてるんだろう私。自分、単純。強いて人であげなきゃいけないんだとすれば三宅さんになるのかな。すごく信頼してます。ここ肘まで見えてない腕まくりとかは、お、いいじゃんってなる。夜の海に一緒にドライブをする。あれ好きです、あのお店とか中に入って脱いだ時の半袖好き。お母さん、落ち込むとこまで落ち込みます。人、なんだろう、でもさっきから私なんだろうなってずっと言ってますよね。好きなものを着る、家に帰ったらすぐにメイクを落とす。クラシックバレエの発表会とかで幼稚園ぐらいの頃から、まあ、してもらう機会はありました。手のひらとか、高校生の時に4月になってクラス替えで堂々と前の教室に入っていって、教室中がシーンってなってるなと思ってパッて見たら知ってる人が一人もいなくて、でそのままあまりに恥ずかしすぎて、あれいないなって言って誰かを探してるふりをして部屋を出てきました。同期の女性が3人目覚ましテレビにいるので、地味になんかちょっと釣りとかやってみたいかもしれない。やったことないけど。周りの方からいただいたメッセージだったりとか宝物コーナーに飾ってます。ラーメン、豚骨、絶対オンラインゲーム。怠け者、秋です。1年が終わりに向けて進んでるなっていう、ちょっと物悲しいところも含めて好きです。カノオ姉妹、ホワイトハウスの中を見てみたい。幼稚園の年中さん、幼稚園児にしてはクールな子でした。最近良くなりました。見た目よりも喋ってみると意外と変な人だねって言われます。好きっていうところまでは行ったことはないです。でもあの人かっこよかったなーってしばらくこう街ですれ違った人とかのことを思ってる時はあります。なんか調べたんですよ前、何年も前に、岩って出てきたんです。岩の最後って何なんだろうと思って、岩って岩のままじゃない。大雑把です。一人の時間全然苦痛じゃないです。いつも目覚ましテレビをご覧いただいている皆さん、朝から本当にありがとうございます。
これからもよろしくお願いします。失礼します。